三期生運動能力チェック。待ってました。それでは残念ながらここでこの企画恒例、可もなく不可もなくのメンバーによるダイジェストタイムです。運動企画に期待したい元運動部の2人もあえなく結果はちょうど真ん中。ダイジェストですか。あ、松田さんです。松田のせいで笑われてる、笑われてるな。全員松田現象を恐れている様子。少しでも爪痕を残せるよう頑張りましょう。ミス大事。これは素晴らしい。それでは改めてブリッジ参りましょう。一人目は京都出身の山下。できない人だ。運動できそうなのに。これ測るの？上がってないもん。ありがとうございます。ありがとうございます。さっちゃん見てました？見てました。どうでした？でも笑っちゃいました。これ直そう。まず全然やってなかったです。そんな中島を小バカにしている山下の挑戦。いいですか？やばい、なんか変な感じ。なんかと俺やば。最悪、めっちゃ恥ずかしい。ということで中島と山下は90センチ2回目。続くは山下。おお、飛び越えます。どっち、どっち行こう。こっち。はい。はい、行きます。まあ飛べないな、それじゃあ。ひどい。その後山下は80センチに挑戦するも失敗。ウッディみたいになって。そしてなんとか70センチに成功。作成では圧倒的最下位となりました。山下が残念だったな。山下残念でした。残念だね。あれさ、やるときに他のメンバーが見てないの？一番最後なので見てました。見てた？そしたらなんとなくみんなこう走るルートとか分かるじゃん。いや、こう飛んでんだなみたいな。はい。あれ？え、何？ Wi-Fi 見えてんの？久しぶりにこのスタジオに Wi-Fi 見えるやつ。ベーブル超合金のネタね。とここで最弱の称号にどうしても納得がいかない井上が、卑怯にも自分より小柄な3期生山下との対戦を希望。3期に対戦を。あっしゃあっしゃ。怖い怖い怖いか。ここだぞ。ここに肘を置くんだぜ。ルールお分かりかい、お嬢ちゃん。待て、こっちを。そっち側持つんだぜ。左手で持つんだぜ。そこ肘だぜ。肘を置け。さあ戦いだ。ただただ優しいお姉さん。教えてくれる。ここに肘よ。教えてくれる人。手がちっちゃ。いるよ。手がちっちゃ。手ちっちゃ。煽ってんのよ。負けるわけない。ね、負けるわけない。ちっちゃい手の子に負けないよね。負けない。さあ行きます。レディーゴの最中に成長しているの。こいつムキムキだ。ちょっとまだ分かんないな、最弱は。本当だね。今のところ山下最弱ね。最弱は、うん。